んですよ。そうなんですよ。新調されたらしくて今回から。ああ、なるほど。めちゃめちゃかっこいいのでちょっと後でアップにしてほしいですね。次の試合の時は。ぜひともちょっと見たいですね。それでは行きましょう。ラフモンスターズ VS 東風ライカの試合です。行きましょう。アドファイト。ファイト。さあラフモンスターズも2壁できましたね。これはちょっとイスト選手から見ても意外な。いや、イカハチさんがタンクやるんだなっていうのが、まあそうですね、やっぱオッツーさんとイカハチさんが出てたんでワンアタッカーでもいいのかなっていう気はしてたんですけど、確実に勝利を取りにきましたね。さあ、序盤のね、この3点のリードつけてるのかなり大きいですね。いや、でかいですよ。オッツーさんのエイムが極まりすぎてこれ壁の隙間からバンバン抜いていますからね。なかなか東風ライカここ巻き返すの辛いですよ。ここからね取っていきたいところ。いや、落ち着いてまず壁割りからですね、東風ライカは。そうですね、かなりね、ラフモンスターズのシールドまだまだ、ね、残ってます。残り2枚。カイン選手が外でこう誘ってますね、球が来るように。いや、あれうまいですね。うまいですね。やっぱ負けてる身からしたらあれ取りたくなるんですけど、しっかりと伸びたフリーをしてちゃんとかがむっていうのができてるんで。さあ、ここで試合終了。5対0でラフモンスターズの勝利です。おめでとうございます。